た。ごぼんじゅうがトゥースということで、ごぼんじゅうということで、昨日前回に続いてですね、後編ですね、おせち料理、お正月料理の、後半です。で、そんな量ないのでやっぱあと喋っていきたいと思います。まず一つ目、懐式ですね。食材の間とかに、仕切りとして置いてある葉っぱだったりとか、下に引いてある類ですね、そういったものにもいろいろ意味があります。節電する意味だったりとか、それ以外の意味で、そういったものを、知っておくのも面白いんじゃないかなと、思います。ただ、むやみにね、仕切りのために葉っぱ、わけわかんない葉っぱ入れてるんじゃないですよっていうところですね、はい。一つ目、シダ、裏白とか言います。これは字のごとくですね、潔白を、意味しているということですね。で、譲り葉、これはですね、譲り葉とも書くんですけれども、これ新しい葉っぱがです、新しい葉っぱが入ってきますよね、その新しい葉っぱの、ために、古い葉っぱが、散っていくと。で、その時に、その絵をこう、連想させて、要は古い、葉っぱが持っていたというか、その時持っていた服ですね、そういったものを、後世に譲っていく、そういった意味でよく用いられるのがこの譲り葉というものということですね。で、難点、難点はもう、字を変えてこう難点ということで、菊の葉、バラン、松葉、大々の葉っぱがありますけれども、これは、逆にこういう節電ではなくて、防腐効果ですね。やっぱお弁当で長い間いろんなお弁当箱に入っていて、長い間こう食べますよね、時間をかけて、なので防腐効果があるとされているので、こういうものを入れると、こう使うということなんですね、はい。で、お箸についてちょっと、パッとしゃべっていきたいと思います。いろんなお箸があります、おせち料理の時ですね、祝い箸だったりとか、柳箸で、厚物箸ですね、太箸、ハラミ箸、雑煮箸といろいろありますと。で、深掘っていってもちょっと時間かかるので、詳しくはお箸に詳しいお店とかお箸屋さんで聞いてみてください、はい。で、ここには書いてないんですけれども、箸袋についてですね、ちょっと喋りたいと思います。箸袋って、ついてますよね。で、正月料理とかおせち料理にもついてくると思うんですけれども、ここにですね、水引きというですね、ものがついている時があります。あと色がついてたりね、します。で、その時にだいたい金銀だったりとか赤白紅白だったりすると思うんですね。で、その場合、配る時にですね、みんなで、なかなか今集まれないと思うんですけれども、集まった時に、箸配る時に、気にしてほしいのが、例えば紅白だったら赤色が右側、金銀だったら金が右側、というように置いてあげてみてください。でもね、今のご時世こういうことをね、あまりこう意識しない、こういう文化をあまり意識してない、箸袋屋さんというかですね、箸屋さんとかあったりすると思うんですね、お手頃な箸とかそうだと思うんですけれども、そういった場合は、いつも通り、箸の向きだけを気にして置いてみてください、はい。ただこう色がね、ちゃんとこう右にできる、明るい色が右にできるような、水引きがついている場合、はそのようにしてあげてください、はい。で、次、塗装ですね。お塗装、聞いたことあると思います。お正月に飲む、縁起物のお酒ですね、これは、1年の邪気を払って、長寿を願って飲むようなものなんですけれども、今の時代は、ワイワイやると思うのでワイワイやってください。これですね、これは、祝い酒として飲むということですね。で、その杯って3種類あるんですね。大中小、小中大って書いてありますけど、この3つの杯を重ねて、使用する、これがですね、習わしとされていますが、あまりそういうような杯を持っているお家だったりとか、あまりそういうふうにしてもね、飲みづらいと思うので、こういうことが本当はありますよってことですね。だから、お正月の飾りとかで多分、大中小の杯が重なっているような、置物があったりすると思うんですけど、それはそういった意味ですね。本当はこれで、重ねて使用して飲んでいくということですね。
で、もともとはですね、このおとそっていうのは何が起源かというと、中国のですね、中国、三国時代、昔ですね、この時は起源とされています。で、この時に義合職ってありましたよね。で、義の名医のですね、お医者さんの方という方がいらっしゃいました。その方という方がですね、考案した、漢方がありまして、トソ延命山というものがあります。その、漢方薬ですね。でそれをお酒とか、みりんに浸して、処方したりしていたと、いうことで、でこれがですね、権威薬、要は胃腸にいい、ものだったりとか、初期の風邪に効くとされていて、それが始まりの、お酒とこういうことですね、はい。そういった説もあるということですね。で、お雑煮についてちょっと話したいと思うんですけど、お雑煮って、これももともと何っていう話なんですけども、これは新鮮あれですね、前半で話したと思うんですけれども、直来の時に食事する、神様と食事する、食べ物ですね、お料理、そういったものを、余ったものって言ったら変なんですけど、そういったものを、ごった煮にして汁状にして、食べたのが始まりとこういうことなんですね、はい。それなのでやっぱりこうお雑煮ってこう雑って書くんですけども、これもともとは新鮮な、神様と一緒に、直来として食事する、新鮮祝い食ですね、そういったものをこう、一緒にして、食べたと、それが始まりということですね、はい。決して変な意味の雑煮、雑という字を使っているわけじゃない。で関西の一部ではですね、元旦に白味噌で、食べて、2日目におすましを食べる、3が日の最後、3日目はまた、白味噌で、食べると、でそういうような、習わしが関西の一部ではあったりします。でその他全国はですね、いろいろありますよね、これが全てではないんですけども、例えば北海道だったら、甘めのすまし、鶏ガラのですね、お雑煮にしたりとか、岩手の一部の、ところでは、お雑煮すまし汁なんですけども、そこに、魚介類入ったりとかして、でお餅をですね、甘めのくるみのタレで、つけて食べると、言ったりとか、東京のものは、ご想像通りのおすましで、コクのあるですね、お雑煮ですよね。で、京都だと、白味噌で具材は丸くしたりとか、愛知県かな、愛知県の方だとすごくシンプルに、お餅と青もの、緑のもの、葉っぱ類をですね、添えて済ましている。でもその、お餅は必ず出汁で、柔らかく煮て、食べると。で、鳥取とかだと、小豆ですよね、ぜんざい、甘いあんこの、それを、お雑煮として食べるということで、あと香川だと、白味噌の、お雑煮だったりするんですけれども、そこに、お餅が入ってるんですね、でその白いお餅の中にもうすでに甘いあんこが入っているっていうようなお餅を入れてお雑煮として食べると。で、福岡県の方だったり、あごだしを使ったりとか、ブリが入ってたりとか、厚焼き卵が入ったりとか、だし巻き卵が入ったりとか、具だくさんと、他の、地域でも、海岸沿いだったら、魚介類をふんだんに入れた、すまし汁がすると思うんですね、いろいろ本当に、つつ裏裏いろんな、お雑煮があるということで、そういったものを調べてね、いろいろこう食べてみるのも面白いかもしれないですね、はい。で最後に、いろいろこう伝統の話だったりとか歴史の話、してきたんですけれども、結局はね、今の時代に合った食事をすればいいじゃないかという結論ですね、今はだってもうお弁当にローストビーフ入ったりとか、クスクスが入ったりとか、ヨーロッパのね、西洋料理主体だったりとか、中国料理主体だったりとか、いろんな、おせちがあると思うんですね。で今、このご時世なので、いろんなこう親戚何十人も集まって食事っていうのはできないとは思うんですけど、正月って言ったらね、なかなかこう、1年で唯一数少ない家族で食事できる場だと思いますので、もう今の時代にあったですね、おせちで、ご用意してみんなで囲んで、とりあえず楽しく食べれれば、
それでいいじゃないかということで、お正月ですね、家族で、楽しくおせち正月料理っていうものを、今の時代に合ったものを今の時代に合った形で、食べてみると、楽しいんじゃないかなと思います。楽しいのがね、まず一番ということで、こういった歴史も大事なんですけども、時代に合った、お正月を、いよいよお正月を迎えてくださいということで、今回はこんな感じを、一応ね、季節ものなので、おせちの、ちょっとした話をね、軽くした、紹介させてもらったんですけれども、ちょっとね、頭の片隅に何個か入れといてもいいんじゃないかなっていうような情報はあったかもしれないので、そういうものは、喋ってみたりとか、箸袋どうのこうのとか、そういうのは、活かしてみてください。はい、ということ で動画を最後まで、見ていただいてありがとうございました。よろしければいいね、高評価ですね、するとコメントお待ちしております。何かアドバイスやリクエストとかありましたらぜひ書いてください。あとですね、工程料理について、興味ある方いらっしゃいましたら、コメント欄とかに、書いていただければ何かお手伝いできることがあると思いますので、ぜひチャンネル登録と、合わせてよろしくお願いいたします。それでは、また、アラポクシェンのポア。